世界でロシアがこんなに弱かったとは考えていませんでした。今回はこのウクライナが使用しているバイラクタル TB2 を詳しく見ていきますね。ロシアがこれほどの弱さですから、中国はどれくらい弱いのかと考えてしまいます。2022年も4月を迎え、ロシアが始めたウクライナへの軍事侵攻も、開始から1ヶ月以上を経過したが、北、南の3方向からの同時侵攻であったにもかかわらず、ウクライナ軍は、粘り強く抗戦を継続、一部地域では、ロシア軍の撤退も始まったとされる。特に、ウクライナの首都であり政権中枢の機能を果たしているキーフ、ロシア名、キエフの方位、陥落を機としたロシア軍部隊の動きは頓挫したとも言われており、再攻撃のための一時的な撤退の可能性もあるとはいえ、明るい兆しだと見さされている。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵攻に対し、ウクライナの非ナチ化、非武装化、東部地域のドネツク・ルガンスク領州の独立を目的に、今回の作戦を開始したと嘘吹いていたが、現時点で、いずれも達成には至っていない。このため、軍事的に、ロシア軍の思惑は、当初の予定と、おぼしき電撃的なウクライナ制圧とは、ほど遠い状態にあることは、大多数の人々の目に、疑いの余地のない事態として映っていると思えるが、このまま、すんなり終了とはいかないだろう。ウクライナ側が、ロシア側の要求をのめば、すぐにでも、この戦争は終了すると述べる意見を目にすることもあるが、2014年のクリミアに引き続き、東部のドネツク・ルガンスク領州の、事実上のロシア貴族まで認めることは、困難に思える。そのため、ロシア軍、そして、プーチン大統領のメンツ、を立てた形でのウクライナ側の譲歩は、かなり想定しにくく、ウクライナ側が、自力で、ロシア軍をすべて撤退させるまで長期化する可能性もあり、まだまだ予断を許さない。しかし、来月5月9日には、かつての旧ソ連が、第二次世界大戦で、ドイツに勝利したいわゆる、大祖国戦争の記念日を迎えることもあり、政治的には、この日を、目途に、ロシア側の威厳を損なわない形での戦争終結を予期する声も多くなっている。いずれにせよ、世界第2位の軍事力を保有すると見さされていたロシア軍が、ここまで、ウクライナ軍に抵抗を許すと、当初より予想していた、軍事専門家も少なく、このウクライナの前線を支えた要素について、様々な分析が始まってきている。これらの分析の中で、比較的多数から指摘されているのは、ウクライナ軍が、無人航空機、ドローンを、極めて有効に活用していることと、サイバー領域において、ロシア軍よりも優位に立っていると、分析する声が多いようだ。実は、こうした軍での無人航空機、ドローンの使用や、サイバー領域の分野においては、戦前はロシア軍が秀でているとの見方が多く、実際、2014年のクリミア併合は、ロシア軍のそれらの働きによって成し遂げられた側面が強かったと言われている。今回のウクライナ側は、この時の苦い経験をもとに、無人航空機、ドローンの使用や、サイバー領域における強化と準備を整えており、実際に始まってしまったウクライナ戦争の中で、その実力を証明してみせたと言えるだろう。ウクライナの無人航空機、ドローンといえば、その筆頭に挙げられるのが、トルコのバイカルディフェンス社製のバイラクタル TB2 であり、同機は、2020年のナゴルノカラバフ紛争で、アゼルバイジャン軍が使用して、多大な戦果をもたらした機体だ。バイラクタル TB2 は、全長が 6.5 メートル。全幅が12メートルの中型の無人航空機、ドローンであり、最大で150キログラムまでの兵装を搭載可能で、1回の出撃で
最大27時間ほどの飛行を航続できる機体とされている。このバイラクタル TB には、6機の機体本体を移動可能なトラックの荷台に搭載する2つの管制ステーションによって制御する無人航空機システムであり、自立飛行以外に操縦、並走運用、指揮、管制の3名1組で運用するものとなっている。ナゴルノカラバフ紛争でアゼルバイジャン軍が使用して大戦果を収め、世界的に知名度が向上したバイラクタル TB2 だったが、アルメニア軍の貧弱な防空能力のおかげで実力以上に評価されたとの見方も当初は数多く見られた。ことにロシア軍は無人航空機ドローンへの対抗策を持ち合わせており、地上戦力が有する火砲や有人戦闘機の数でもウクライナ軍を圧倒しており、その防空能力の前にはバイラクタル TB には通用しないとの厳しい評価が一般的だった。ウクライナ軍ではまず12機のバイラクタル TB2 を2019年に調達しており、これらは今回の戦争のロシア側からの口実の一つにも用いられた東部のドネツク・ルガンスク領州等の内戦で成果を上げ、国内でのライセンス生産にも着手されていた。今回のウクライナ戦争の開戦時点でウクライナ軍がどの程度の数のバイラクタル TB2 を保有運用していたのかは定かではないが、少なくとも30機以上には達していたと見られており、ロシア軍に撃墜されたのは確実なもので1機のみだと見られている。前述のようにバイラクタル TB には機体本体を移動可能な管制ステーションで制御する無人航空機システムであるが、ロシア軍はこの管制ステーションそのもの破壊には成功しておらず、あくまで本体を一機撃墜したに止まるというのが実情のようだ。逆にウクライナ軍のバイラクタル TB にはオリークスブログがこれまで公開された映像から集計したものだけで、3月23日までの累計でロシア軍の装甲戦闘車両4両、地対空ミサイル10機、回転翼機9機等を破壊する大戦果を上げているとされる。ウクライナ軍のバイラクタル TB には、こうした最前線のロシア軍の車両や航空機のみならず、補給物資を輸送する部隊への攻撃も的確に遂行していると言われ、遠征しているロシア軍の長大な兵站線の破壊に効果を発揮していると考えられている。こうしたウクライナ軍の無人航空機、ドローンによる攻撃によって、ロシア軍は、じわじわと兵站線を破壊されることで、ママ視線能力の低下に直面している模様であり、ロシア軍は、想定していなかった苦戦を強いられていると言えそうだ。ウクライナ軍で、これらバイラクタル TB2 等の無人航空機、ドローンを運用する部隊は、同陸軍所属のアイロロズビドカと呼ばれる部隊であるが、この成果に欠かせない毛筆つの要素が人工衛星を介したこれらの管制にあるとされる。ロシア軍に対しては、無人航空機、ドローンによる攻撃が通用しないのではないかと、当初多くの軍事関係者が考えていたのは、その管制を妨害する電子戦能力を同軍が備えていると見さされていたがゆえである。しかし、ウクライナ陸軍のアイロロズビドカでは、運用する無人航空機、ドローンの管制に、人工衛星を通じて、インターネットに接続する、スターリンクを使用しており、ロシア軍の通信妨害に影響されず、その運用を行っているという。スターリンクは、電気自動車のベンチャー企業として名を馳せた、テスラ社の創業者の一人であるイーロン・マスク氏が、宇宙開発事業としてのスペックス社を通して提供している最新のインターネット通信を可能とするサービスである。ウクライナ陸軍のアイロロズビドカはこのスターリンクを無人航空機、
ドローンの完成に使用することで、通常の通信基盤がロシア軍によって物理的に破壊されたり、電子戦によって無効化された場所でも攻撃を可能としているとめされている。